平成20年7月13日に阿蘇田園空間博物館主催の企画イベント阿蘇市を去る行阿蘇の神々と伝説の始まりをめぐるが開催されました。爽やかな夏空が広がった今回の散策は国蔵神社を去る木神尾倉古墳から手野地区へ、最後に手野の名水を巡ります。国蔵神社では宮司の宮川さんに案内をしていただきます。この神社は熊本で最も古い神社の一つであり、武井渡の御事の第一子である早見玉の御事を祀っています。神尾倉古墳は県指定史跡の横穴式古墳です。ここからの案内は手野の名水会の方々になります。手野地区散策では、きれいな水を利用した生活の知恵を知り、阿蘇五岳の景色を眺めながら、のんびりと歩きました。正午を過ぎた頃に阿蘇谷三大名水の一つ手野の名水で、地元の方々に用意していただいた岩場から湧き出す天然水のそうめん流しを楽しみました。阿蘇の神々の伝説をめぐり手野を満喫した一日になりました。